皆さんこんにちは、 BMC の吉澤陸です。短時間で体を柔らかくすることができる BMC ストレッチ、本日は、肩こり改善のストレッチです。厳密に言うと僧帽筋、肩をすくみ上げるときに使うこの首から肩に、かけての筋肉を柔らかくする方です。最初のチェックとして体をこう横に倒してみて、倒しにくい方っていうのはあると思います。どこ同じであればどちらもやっていただいて結構なんですけれども、足を気をつけにしていただいて、手をですね、肩の高さまで持ち上げます。このまま腕を後ろに1、2、3、4、5、ちょっとの時間長くストレッチさせてあげる。で、緩めてあげて、ちょっと肩を持ち上げて肩甲骨周りをほぐす感じ、3周ぐらいで結構です。はい、今最初は手の甲を向けました。今度手のひら上向けた状態で同じように1、2、3、4、5で伸ばしてよりストレッチさせて、はい、脱力、ちょっと後ろ回しだけで結構です。はい、これだけでこの、腕を動かした方側の首肩が柔らかくなります。人によってはですね、このパーではなくて親指を中に握り込んだり、グー握るけれども、親指は外にする、これで効果が変わってくる場合もあります。いろいろ試してください。こちらもやってみましょう。今度は親指中に入れてグー握ります。肩の高さで1、2、3、4、5で伸ばして脱力、肩甲骨の周りをほぐすためにちょっと肩を周りを持ち上げて持ち上げます。はい、今度は手のひら上向けて、はい、1、2、3、4、5で伸ばして脱力します。少し肩を回してあげてください。そして首の倒し方チェックしてみましょう。始める前と比べていかがだったでしょうか。ぜひやってみてください。